新しいビデオへようこそ。私たちが用意した素晴らしいコンテンツを楽しんでいただけると嬉しいです。チャンネルをサポートしていただくためにいいねとチャンネル登録をお願いします。また通知を受け取るためにベルアイコンをクリックしてアクティブにしてください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。 AFC アジアカップカタール2023が開幕し、グループ A の初戦でカタールとレバノンが対戦。ルサイルスタジアムで行われた試合には 82,490 人の観客が集まり、前回大会優勝のカタールがある燃えず、アリア・ハサン、ハル、ハイドゥース、アクラム、アフイフラを先発起用。試合ではカタールが前半終了間際にアフイフの得点で先制し、後半にアリが追加点を挙げ、最終的にアフイフが2点目を決めて 3-0 で大勝。次の試合ではカタールがタジキスタンと対戦し、レバノンは中国と対戦する。カタールホームだし、前回のワールドカップまでの歩み含め強い相手とも戦ってきた経験値はどこよりも高い。今のオーストラリアよりはあるかも。4番手くらいかな。8万人のスタジアム埋まるんだよ。これはなかなか嫌な存在。サッカーは必ずしも強い方が勝つとは限らない。中東最強イランに 3-0 で勝っておいてカタールに負ける。前回の森保みたいな例もあるからね。前回大会はボールを保持して主導権を握りながらゲームを進めることが多かったが、今回はより攻守のバランスを保ちながら戦っている印象。点を取るべき選手が取り最高のスタートを切れた。日本代表や海外 J などのプロの試合と比べるとかなりレベルが低く感じた。特にレバノンは組織としての攻撃の手立てが全く見えないし、カタールも結果としては3点取れてるが、あの緩いマークで特に前半手こずっていたのはいただけない。日本の高校サッカーレベル以下のゲームに思えて、まあある意味日本代表の安泰を確信したのが唯一の収穫。皆さんの意見の通り、カタールはちぐはぐしてあまり強さが感じられなかった。 FW の抜け出しと2人3人マークしておけば対策できるレベル。前半はレバノンいけると思ったほど日本の高校サッカーが太刀打ちできるのかもというほどだった。アクラム・アフィフはベルギーリーグあたり行ったら大活躍できると思うわ。もしかしたらオランダの中堅クラブあたり行ってもそこそこ活躍できるかもしれんね。ワールドカップ前は未知数だったけど、本番ではワールドカップ史上最も弱いチームと言えるくらい全てがアジアレベルのチームでしたね。それから1年半くらい経ってそんなに劇的に変わるわけないわな。勝ちやすい相手を開幕戦に指名してしらけないようにする、中東開催国の常套手段ですね。それでも試合中に帰る人が多かったらしいけど、まあベスト16行ければいい方じゃない。日本代表戦位置上波で放送できないのか。 NHK 受信料をやめたらダゾーン払えるのに、 NHK はメジャーリーグばかりに金を払い海外サッカーを全く放送しない。公平性に欠けている。前半の途中まで見て寝た。レバノン結構チャンスあったけど決めれなかったね。どっちみち両チームとも日本代表が負ける絵が見えないレベルだった。中東の笛を味方につけるカタール、サウジ島が日本の難敵になりそうだが、とにかく蹴散らして優勝あるのみだと思う。両チームとも基本技術が足りないと感じた。さすがにこのレベルのカタールなら負ける気はしない。レベルが低く組織力も何にもなく、チームで上手いやつがひたすら個人技で行く小学生のような試合。マジでプロなの？この人らってレベル見る価値なかった。青森山田の方が強いと本気で思った。見て損した。余談だが値上げ止めてくれ DSEN。 申し訳ないけど夜中に起きて見る試合ではなかったな。 W8 万人の観客ってすげえな。これだけ集められたら文句も言えなくなる。ワールドカップの時は3戦全敗、全て惨敗。3戦目は無気力試合。気持ちはビットニング IT。 あらま、上がりすぎ注意報ビックリオーライレディース&ジェルメンツッキンの続け頂上までレッツゴー。どこかで当たるならぜひ韓国にも勝利してください。マジで面倒くさいから対戦したくない。勝っても負けてもうざいし、選手の健康のためにも避けたい。どこかで当たるならぜひ韓国にも勝利してください。マジで面倒くさいから対戦したくない。勝っても負けてもうざいし、選手の健康のためにも避けたい。試合見たけどレベル低くて驚いた。少なくともこの2カ国は日本に勝てない。雑魚同士の戦い。初戦ということもあってか、終始パスミスや中盤フルオープン、決定機を外すなど決してレベルが高い試合ではなかったけど、
カタールが自力で勝ったという感じだった。欧州では中盤をあんなに開けて戦ってるのあまり見なかったから衝撃的だったけど、アジア杯の GL はこんなもんかな。前回は日本を研究したカタールの戦術にやられた。監督の差だった。あれから選手も監督もどれだけレベルアップしたのか知る意味でも対戦できたら楽しみです。その時とは日本の方が比べ物にならないレベルアップを図っている。危険と言い出したらキリがないが、そんなカタールにも圧勝して優勝してくれると信じている。心配なのは日本の怪我人が増えないことだけ。むしろワールドカップで化けの皮が剥がれている。前回はたまたま外国人頼みの戦術に他チームが対応できていなかっただけ。カタール強かったけど日本はボランチが怪我しまくりで、センターバックの塩谷をボランチで使わざるを得なかったからな。最近のカタールの成績を見たら脅威ではないことは明白。それならサウジ、イランの方が危険ではあると思う。あの時は川崎組も出てなかったし、森保がしつこく使ってたボランチの柴崎が原因だったから。ワールドカップのホスト国で初の勝ち点ゼロのチームが決勝に勝ち残る可能性があるってどんだけレベル低い大会なんだ。5回対戦機会があれば日本が1敗する可能性もある。それがカタールに負けた前回大会。煽り記事ですね。全然レベルの高い試合ではなかった。暑かったからかな。煽り記事ですね。全然レベルの高い試合ではなかった。暑かったからかな。文句なしにやられた記憶がある。日本のディフェンス陣が普段対峙してる選手はこんなもんちゃうから。今の日本なら相手にならないと思う。ワールドカップ全敗のチームに負けるわけはない。カタールって優勝してたんか知らなんだ。レバノン相手に3点しか取れてないぞ。あん時は監督がシャビだったからさ。ほとんどアフリカからピカ選手なんだよね。初戦ということと地元大観衆のプレッシャー、まだカタールを過小評価するべきではないと思う。何しろ前回日本は準決勝でイランに大勝して優勝間違いないと誰もが思い込んでカタールを軽視、油断して惨敗した経験がある。その後今度はカタールが井の中のカエルで優秀選手も海外移籍させず W カップで惨敗した。選手層の厚さでは日本がダントツだが、アジアのレベルも上がってまして、決勝トーナメントは一発勝負になり絶対はないと思う。アクラム・アフィフはベルギーリーグあたり行ったら大活躍できると思うわ。もしかしたらオランダの中堅クラブあたり行ってもそこそこ活躍できるかもしれんね。日本代表戦に地上波で放送できないのか。 NHK 受信料をやめたらダゾーン払えるのに、 NHK はメジャーリーグばかりに金を払い海外サッカーを全く放送しない。公平性に欠けている。勝ちやすい相手を開幕戦に指名してしらけないようにする、中東開催国の常套手段ですね。それでも試合中に帰る人が多かったらしいけど、まあベスト16行ければいい方じゃない。前回の借りを返したい。決勝まで来て。前回大会はボールを保持して主導権を握りながらゲームを進めることが多かったが、今回はより攻守のバランスを保ちながら戦っている印象。点を取るべき選手が取り最高のスタートを切れた。中東の笛を味方につけるカタール、サウジ島が日本の難敵になりそうだが、とにかく蹴散らして優勝あるの見たと思う。ワールドカップ前は未知数だったけど、本番ではワールドカップ史上最も弱いチームと言えるくらい全てがアジアレベルのチームでしたね。それから1年半くらい経ってそんなに劇的に変わるわけないわな。日本代表や海外 J などのプロの試合と比べるとかなりレベルが低く感じた。特にレバノンは組織としての攻撃の手立てが全く見えないし、カタールも結果としては3点取れてるが、あの緩いマークで特に前半手こずっていたのはいただけない。日本の高校サッカーレベル以下のゲームに思えて、まあある意味日本代表の安泰を確信したのが唯一の収穫。レベルが低く組織力も何にもなく、チームで上手いやつがひたすら個人技でいく小学生のような試合。マジでプロなの？この人らってレベル見る価値なかった。両チームとも基本技術が足りないと感じた。さすがにこのレベルのカタールなら負ける気はしない。カタールホームだし、前回のワールドカップまでの歩み含め強い相手とも戦ってきた経験値はどこよりも高い。今のオーストラリアよりはあるかも。4番手くらいかな。8万人のスタジアム埋まるんだよ。これはなかなか嫌な存在。サッカーは必ずしも強い方が勝つとは限らない。中東最強イランに3、
ゼロで勝っておいてカタールに負ける、前回の森安みたいな例もあるからね。初戦ということと地元大観衆のプレッシャー、まだカタールを過小評価するべきではないと思う。何しろ前回日本は準決勝でイランに大勝して優勝間違いないと誰もが思い込んでカタールを軽視、油断して惨敗した経験がある。その後今度はカタール外の中のカエルで優秀選手も海外移籍させず W カップで惨敗した。選手賞の厚さでは日本がダントツだが、アジアのレベルも上がってまして、決勝トーナメントは一発勝負になり、絶対は